久保さん今回知るにしましょうか、はいあの。知らないことがみんな多いと思いますし知ったところでそれをどう受け取るかっていうところですね、うん。知らないでもダメだし知ってもそれをどう受け取るかっていうだから結局知ってもどう受け取るかが受け取れなかったら知った意味もないし知ってるけれどもやらない知ってるけれども疑うからやらない知ってるけれども どの子のって話ですよね。でも知らなければ始まらないし。うーん。なんだでしょうね、うん。知ってもやらないと。見ていてもやらないと。<laughs> うーん。まあ知ったら僕はやってみることが大事だと思いますけどね。うん。ひとまず知ったんだから。うーん。で、やるやらないに関しては、うーん。なんだろうな。やった方がいいのか、やらない方がいいのかを、 2曲で考えた方がすごくシンプルなのかなと思いますね。やらない人生なのか、やった方がいいのか。僕はあの日産の矢沢永吉さんの CM がすごく好きなんですけど、世の中には2種類の人間がいると、やらないやつとやっちゃうやつのやっちゃうやつみたいな。で確かにや,るやってきた人生はいろいろ大変なことあったけど、面白いぜみたいな CM なんですけど。うん、多分ね いろんなことを知ってやってきた人がなんか面白い人生にするんじゃないかなと思いますし逆に知ってもやらない人生を送ってるのって多分不平不安言って指さしてあのそういう人生を送るんじゃないかなと思いますねうんまあ僕は知ったらできるだけやる知ってもやらないことはもちろんあるけれども人生においてこれはやった方がいいんじゃないかなと思うことはやりますねうんはいいってらっしゃい